もう日本で一番大きいクラブでして、どん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 クラブカルチャーっていうのをこの歌舞伎町に新しい風を吹き込んでいって、いろんな歌舞伎町の人たちを巻き込んでいってるなっていう実感はあります。いろんなバイブスで溢れてる場所だなって思います。俺らも負けてらんねえなって思いました。音がめちゃくちゃいい、 VJ も熱い。 But I love that there's four floors.ゼロ東京の、企画制作チームのノリタと申します。もう日本で一番大きいクラブでして、キャパシティが1500名、3フロア、5ブースからなる作りになってるんですけれども、それぞれのフロアがいろんな色があって、このビルのテーマ自体好きを極めるっていうコンセプトがあるので、あのゼロ東京はエンターテインメントジャンクションをテーマに、 DJ だけではなくいろんな要素を演出したり、夜の楽しみ方をお客様に提供していってるっていう形になります。メインフロア、Z ホールっていうフロアなんですけども、昼がゼップ新宿なので、夜そのままゼップ新宿がゼロ東京になる一番の大きいメインホールなので、大きいステージと巨大な LED スクリーンと天高がすごく高くて、すごい開放感にあふれたメインホールになってます。 B3 にサブフロアのリングという場所があるんですけども、150から200名ぐらいですかね、収容できるフロアとなってまして、ダンサーさんを入れてたりとか、フロアの横にあの VIP 席があったりとかっていうので、まあいろんなここも楽しみ方ができるかなと思います。であと R バー、椅子があって座れるような作りになっていて、まあちょっとチルな感じの雰囲気のラウンジですね、フロアよりも場所になってます。であとはその隣にボックスっていう、ちょっと入り組んで奥に入ってちょっと隠れ家的な感じになってるんですけど、狭いんですけど一番なんかこうクラブっぽいドープな作りのフロアになってます。本当にイベントによって全然幅が広くいろんなお客さんがいらっしゃるんですけど、今日みたいなパーティーだとわりかし若いお客さんから30代中盤くらいまで幅広くいらっしゃる感じにはなってますね。あとはもうちょっとファッション系だったり、そういうパーティーだと20代前半のお客さんが多いなっていう感じですし、テクノとかだとちょっと年齢層が高くなったりとかっていうのはあります。でも本当にパーティーによってヒップホップだったりテクノ、ハウス、まあ、いろんなジャンルやってるのでいろんなお客さんがいらっしゃいますね。僕はもともとずっと渋谷でサウンドミュージアムビジョンっていうクラブのディレクターをしていて、ずっと渋谷を見てきてましたし、逆に新宿っていうのは全然触れることがなかったんですけれども、新宿に移ってきてやっぱ思ったのは、同じ年齢層の子でもジャンルが違うというか、同世代の子でも絶対交わらないような子が渋谷と新宿が対極にいるかなっていうのをすごく感じていて、渋谷で遊ぶ子は新宿に絶対来ないだろうし、新宿で遊んでる子も渋谷には絶対行かないんだろうなっていうのは強く感じたんですけども、でもやっぱりこういう箱ができて、まあいろんなパーティーを作っていくと、新宿怖いけど遊びに来たよっていうお客さんとかすごいいますし、渋谷から新宿にエリアが広がってってるなっていうのをすごく実感していますね。渋谷にあって新宿にはない要素っていうものがどん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 新宿に広がってきてるなっていうのは実感しますね。はい。ピーターパーカー69です。ジーターと Y です。バイブスいろんなバイブスで溢れてる場所だなって思います。大きいです。エネルギーを感じました。キラキラしてる。こちら出たい。とりあえずアルバム作る。ファスタスタのフリッツです。カバナグと申します。宇山天音です。ヒリヒリです。ユイゴです。いつも通り各々が好きに DJ をしました。アクセスも良くて低音もガンガン鳴ってくれて、みんなもバンバン集まれるんで、すごくグッドな箱だと思ってます。みんなめちゃくちゃバイブス高くてすげえやってて楽しかったし、俺らも負けてらんねえなって思いました。今後も6人で突き抜けていくんで、よろしくお願いします。私が21歳の大学生です。24歳の社会人です。今回来たの2回目なんですけど、近未来って感じで、結構照明とか施設のデザインが凝ってるなって思いました。あとトイレが綺麗。有名な人がいっぱい集まってるイメージで、とにかく人が多いイメージでした。結構なんかツイッターとかでもすごいいいね数とかが多くて、出演者の方とかもすごい豪華だったので、ファスタスターとかが結構好きなんですけど、すごい出るの楽しみにして出たんで、
私は原口さすけさんを見たくて今日このイベントに参加したんですけど、思ったよりも距離が近くてすごい見れて嬉しかったです。結構一番初めに来た時にセキュリティがちゃんとしてるなって思って、歌舞伎町っていう立地だからちょっと不安だったりとか怖いなって思う人もいると思うんですけど、すごいなんか中は結構ちゃんと大人の人がちゃんと監視してるので、すごいしっかりした場所だなっていうふうに思うので、それがこれからも続いていてくれればなって思います。出演者の方を距離を近い状態で見ることができるのがやっぱ醍醐味かなというふうに思ったので、セキュリティの面が期待しているところです。 My name is Justin Biles. I'm an interior designer. I think it's very nice. I love the city and the escape. That's probably it, yeah. I really like the club. I love that there's four floors. We usually in Canada have only like one floor or two floors, so four floors is really nice. I didn't expect much, but I'm really glad the whole floors have something. There's a bar, there's a smoking room. I really enjoyed the place. 大学生21歳女です。大学生さやかです。大学生アッシュです。就職活動に病んでます。音がめちゃくちゃいい。 VJ も熱い。イベントのバリエーションが豊富。悔いなし。私初めてバスダスタ見て、いやもう感動めっちゃ良かったです。普通のクラブシーンを用いてると思いきや、二次元とか好きな人も用いてる感じがめっちゃいいと思います。 DJ 出させてください。もっとビッグな人を呼んで大きくなってください。萌えけんお願いします。ネクと申します。仕事はアートディレクションやってますね。 TJ です。今ちょっと仕事やってないんですけど、もともとはファッションとかそっちの方で働いてました。簡単に言いますね、最後の箱です。新世代の箱かなみたいな。もうめちゃくちゃ楽しくて、もうここ来たら他のところ行くのちょっとって感じしますね。もともと僕映像を見るのが大好きで、ツイッターでソムニアちゃん の VJ を見てしまって、このイベントやばくないかって思っちゃって VJ を見に来たんですけど、もう全体的にもうクオリティがやばくて、もう多分今まで行った箱の中でちょっと一番思い出に残るような場所になりましたね。同じくソムニアちゃん一緒になんか VJ のやつ見て、もうあやばいなみたいな。他のももう最高だったんで、いや文句ないですね今のところ。やっぱもう今後も多分通うと思うんで、今後もよろしくお願いしますって言いたいです。めちゃくちゃ最高なんで、まあこれからもっとこういう感じのイベント人満杯レベルのもういっぱいやってほしいです。もう最高です。やっぱ渋谷と違って新宿に今のクラブシーンが根付いてないので、やっぱりここを根付かせて、若い子からでもインバウンドのお客様からでも東京来たらとりあえずゼロ東京だよねっていう風に遊びに来ていただける、開けた場所、そういうクラブを作っていきたいなと思ってます。もう誰でも気軽にとりあえずゼロ東京行くでしょっていう感覚で足を運んでもらえるような、はい、箱にしていきたいと思ってます。